こんにちは。今日はこの間ですね、購入品紹介したと思うんですけれども、このハイカラというこのカラフルな糸をですね、何に使おうかなとか思ったんですけれども、やっぱりちょっとバッグにしてみようかなと思って、今ですね7ミリの針で円だけ編んでるんですけれども、まあどんな感じのバッグになるかはちょっと頭の中では考えてますけれども、まだはっきりね、その通りになるかどうかは分かんないです。とりあえずこの7ミリ、これで今円底を編みました。円の編み方は綺麗でしょう、ごめんなさい円の編み方はですね、簡単に説明している動画がありますので、リンクを説明欄の方に貼っておきますので、よかったらね見てください。でも私よりこう綺麗に円にね綺麗に編む方たくさん、もう本当たくさんいらっしゃるので、私の方がちょっと参考になるかどうかねわからないですけれども、一応ね動画を撮ってますので貼っておきます。今6目スタートで 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 段編みました。まあ、締めをしながら11段編んでます。もうこれそんな模様編みをしてもそんな目立たないかなと思うので、もう簡単に編んでいきたいと思いますので、もうね何の倍数とかそういうのはなく、とりあえず偶数で編んでいこうかなと思います。じゃあ、ね、今からちょっと編んでいきたいと思います。11段増し目をしながら細編みを編んだら、増し目をしながら11段編んだら、もう12段目はですね、まあ、いつもなんですけれども増し目なしでこのまま細編みをしていきます。このまま目を取って細編みを一周ですねしていきますね。色は綺麗ですよ。でも私これ何を思うかと思って何回もちょっと試作みたいな感じでしたんで、最初の方ですね少し糸がほどけなくなって、ほんの少しですけれども糸がほどけなくなって切っちゃいましたけど、まあ本当に少しだけ鎖編みのしたところがちょっとだけね絡まって何目かだけほどけなくて切っちゃいましたけれども、今これ3玉目ですね。これがなので今から増減なしの細編みをしていきます。最初の細編みの頭にマーカーをつけておきますね。ただここは飛ばします。はい、12段目ですけれども増し目なしで、増減なしで一周編んできました。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。私この立ち上がりのところをですね目立たなくする編み方があるじゃないですか。あれを練習何回かしてるんですけど、なかなかうまくいかなくて、もう皆さんされてるのかな、もうされてますよね。でも私ちょっともうまだこの状態でもう本当にお恥ずかしいですけれども、もうちょっと練習してからね綺麗にできるようになってからしたいと思います。もうこのままの状態でいきたいと思います。そしたら次からもう簡単に模様編みをしていくんですけれども、まず鎖編み1、2して2目目にマーカーをつけておきます。これ中長の1本と思ってくださいね。そしたら今ここなので次の目がここになるので、次はこの細編みを全部上から、これちょっと難しいんですけど、上から細編みを拾ってそして細編み、硬いからですね。そしたら次はここですね、次はここになるんですよね。1,2,3、次は3目目ここになるので、ここは中長編み、中長、そして次のこの目、この目は細編み、ここではなくてこれ全部をぐっと拾ってというかすくって、上から頭からですねかぎ針を入れて、このここですね、この部分をすくって引き抜いて細編み、こんな感じで、次はここですね、ここは頭を拾って
で中長編み、そしたら次はここですね、この頭じゃなくてこの全部をすくってあげて、すくいにくいですけど最初すくってあげて細編み、次はこの次のこの目は頭を拾って中長編み、太いからねしにくいかもしれないんですけれども、次はこの目ですよね、ここ頭でなくてこの V になった、ここ V になったところを普通に上からかぎ針を入れてもう一回出してあげて、そして細編み、次はこの目ですね、こっちじゃないこっちですね、今この目をしたので次はこの目だから、この頭ここですね、ここを拾って中長編み、そしたら次はここですよね、この目のこの V のところを拾って上からかぎ針を刺してまた出してきて、そして細編み、次はこの目の頭ここを拾って中長編み、次はこの目ですね、この目頭じゃなくてこの V を全部拾って、拾ってというかすくって上からかぎ針を入れてまた下から出して、そして引き抜いてから細編み、次はこの目ですね、ここ今ここなんかこう分かりにくいけど この目を拾ったので次はここですね、この頭を拾って中長編み、これを繰り返していきます。次はここですね、頭じゃなくてこの V のところ上から入れてこのぐっとすくってあげてまた引き抜いてから細編み、たら次はこの目この頭ここに中長編み、これを一周繰り返していきます、増減なしで、これを繰り返していきたいと思います。はい、ごめんなさい、途中ですけれども V を拾ってって私言いましたけどね、ちょっと手元でして思ったんですけど、 V というよりまあこの目はこれ全部を拾いたいんですけど、細編みでこう V になってるところ、一応この頭からかぎ針を入れてこっちですね、この V を拾うというかこの頭からこの次の細編みの頭ここに出してあげて細編み、そう説明した方がいいのかな、それが本当かな、そしてこの今拾ったところですけれども、もう一度この次の目のこの頭ですね、ここが次の目の頭なのでもう一度ここに中長編みをして、もう一度っていうか中長編みをしてもう一回しますね。次はこれを拾いたいんですよね。でもまあ V って言っていいのかな、この V になったところを拾いたいんですけれども、頭から細編みのこの頭からかぎ針を入れてもうこっちの次の目の頭、次の目のここですね、ここからかぎ針を出してあげて、だから V、ここが V なんで、ここですね、V の上というのかな、ここをこう拾ってあげて、引き抜いて細編み、たらまたここですね、今出してきたとこなんですけど、ここにまた次の細編みの頭がここですね、ここに中長編み、そしたら次はここなので、この目なので、この頭からこっちの目の頭に出す。こんな感じで出してあげて、引き抜いてから細編み。
ちょっとしつこいですけれども、ちょっと言い方がおかしいかな。だから、この次の目は、この頭に忘れそうなんですよね。この、ここが次の目なので、今ここから出したけど、ここが次の細編みの頭になるので、またここに中長編みを入れます。そして次はまた、ここ。この細編みの頭から次の細編みの頭にかぎ針を、細編みのこの頭からかぎ針を入れて、次のこの目の細編みの頭に出してあげて、こんな感じですね。そして引き抜いてから細編み。なので、ここには、ここを忘れそうなんですよね。今ここから出して細編みをしたじゃないですか。だからここを忘れないように、次の細編みの頭、ここなんですけれども、ここに中長。最初の言い方がね、ちょっと V を拾ってって言ってるけど合ってるのかなとか思いながら、もう一度だけ、次のこの細編みの頭からかぎ針を入れて、次のこのここですね、細編みの頭、ここにかぎ針を出してあげて、こんな感じですね。そして引き抜いてから細編み。そしたらもう一度ここですね、次の細編みの頭、今出したところなので、ここは2回使うことになるので、忘れないようにここに中長編み、これを繰り返していきます。ちょっとなんか説明の仕方がおかしいかなとか思ってですね、一応途中ですけれども動画を回しました。これで一周していきます。はい、1段目最後まで来たので、66目目は細編みになるので、ここ頭からかぎ針を入れて、こっち側に全出して、全部すくってあげて、そして細編みをします。そしたら最後、鎖編み2目で立ち上げた2目目に引き抜きます。そしてこれ1段目、模様編みの1段目が終わるんですけれども、ここですね、交互にねしていきたいので、最初は鎖編み2目で立ち上げて長編みの状態にしたので、長編みの上には細編みをしたいので、まず鎖編み1回してから同じところに細編み、そしてマーカーをつけておきます。そしたら次は細編み、前段で細編みをして全部拾って、グッと拾って細編みをしたじゃないですか。ここにはまた、上には中長編みをします。交互ですからね。だからかぎ針に1回糸をかけて、このここからまた同じようにですね、頭から次の目の頭にこう出してあげて、すくってあげて、一度引き抜いてから中長編み。そしたらここ中長編みの頭には細編み、次細編みの頭から、細編みには上は中長編みをするので、一回かぎ針をかけて、頭から次の目のこの頭全部こう拾ってあげて、上からかぎ針を上から頭に入れて、次の目の頭に出してあげて、全部こんな感じで拾って、一度引き抜いてから中長編みで、この長編みですね、次のこの長編みの頭ですね、ここ一回出してるから飛ばしそうですけれども、もう一度この頭、ここに細編み、そしたら次は細編み、前段の細編みの目があるので、ここはぐっと拾って全部すくってですね、してる細編みがあるじゃないですか。なのでその上にはまた中長編みなので、かぎ針に1回糸をかけて、この細編みの頭から次の長編みの頭にかぎ針を出して、こんな感じですくってあげて、一度引き抜いてから、この3本を全部引き抜いて中長編みをします。そしたら今ここ出してきたので、ここはもう取ってる感じですけれども、ここ忘れないように長編みがあるので、長編みの頭には細編み、
次はしつこいですけど繰り返しになるのでちょっとご説明させてください。このすくってきてね、細編みをしているこのね、ここにこの上には中長編み、かぎ針に糸をかけて細編みのこの頭からかぎ針を入れて、次のこの中長編みの頭、ここにかぎ針を出してこんな感じですくってあげて、一回引き抜いてから中長編み、次はここですね、ここ今ここ一回出しましたけど、ここには長編みがあるので長編みの頭を拾って細編み、この糸ですね、こんな風に今まで3箇所ぐらいこう結び目がありましたちょっとしにくかったけど、そしたらですね、今長編みの頭に細編みをしたので、ここ前段のこの細編みですね、ぐっとすくって編んだこの細編み、引き上げ編みみたいな感じにしたじゃないですか。その上にはなんていうのかな、引き上げ編みをした上にはずっと引き上げ編みをしていきます。だから細編みの引き上げ編みをした上には中長編みの引き上げ編みで、次の段は細編みの引き上げ編み、次の段は中長編みの引き上げ編み、それの交互になります。なので一回かぎ針に糸をかけてから細編みの頭からかぎ針を入れて、この次の中長編みの頭にこう出して全部こうすくってあげてですね、で一度引き抜いてからこの3本を全部引き抜いて中長編みをします。ちょっとしにくいからこうですね。そしたらここいつもですけど忘れないように、この長編みの頭もうここ拾ってるのでこう飛ばしそうですけど、飛ばさずにこの長編みの頭を拾ってあげて細編み、前段の細編みの上には中長編みの引き上げ編みをします。上から頭からかぎ針入れて、次の中長編みの頭のところに出してこう全部拾ってすくってあげて、一回引き抜いてから中長編み、そして次の中長編みの頭、ここも糸が入ってるんですけれどもしつこいですけど、ここを飛ばさずに中長編みの頭に細編み、こんな感じで交互にしていきたいと思います。あんまりねそんなこう模様模様はしてないですけれども、ちょっとなんかこう変化をつけたかったのでこういう編み方をしてます。全部この糸でするわけではないので、今からねまたちょっと最後まで編んでいきます。はい、2段目最後まで来ました。細編み、最後は細編みをぐっとねすくって細編みを前段でしているので、ここは鎖編みに、鎖編みじゃない、かぎ針に糸を一回かけて、この頭からかぎ針を入れて、こっち側のここですね、ここに出して全部すくってあげて、一度引き抜いてから長編み、これが66目ですね。でずっと交互にしてきました。そしたら最初細編みをしたので、細編みの頭にマーカーをつけてますので、ここには引き抜き、ここにはじゃなくてここに引き抜きます。これをですねずっと交互にしていきたいんですよね。なんちゃ変わらんみたいな感じがあるけど、これを何段かこうこの編み方で何段かして、もう普通のアクリルヤーンでちょっとね編んで、この形が一番、円底が一番いいかなと思って円底にしています。なのでこの編み方をですね、今から全く今関係ない話しましたけれども繰り返したいんですよ。それで3段目だけ最初だけですね、細編みの頭に引き抜いたので、細編みの上には中長編み、鎖編み2目で立ち上げて2目目にマーカーをつけておきます。そしたら次ここ中長編みをしてるじゃないですか、前段で。そこにはかぎ針に糸をかぎ針糸にかけなくてよかった。中長編みをしているので、細編みですね、中長編みの上には細編みなので、この頭からかぎ針を入れて、次のこの細編みの頭、ここにかぎ針を出してあげて、こうこれを全部取ってですね、こんな感じで
そして一回引き抜いてから細編み。で今この細編みの頭、次はこの細編みの頭なんですけど、ここには長編み。長編み、中、ごめんなさい、中長編み。あ、申し訳ないです、本当に。言い方がいろいろ間違えて。とりあえず、この、ずっとね、わかると思うんですけれども、こう、ぐっとこう、ここからこう、引き上げ編みみたいな感じにしてきたところの、列というのかな。そこは全部同じように、ここね、頭からだ、かぎ針を入れて、次の頭に出して、全部を拾ってっていう、そんな編み方になります。それが細編みなのか中長編みなのか交互にしていくだけです。なので今中長編みをしたので、ここですね、前段でこの引き上げ編みの中長編みをしているので、ここは頭から入れて、次の頭、目の頭、ここ出して全部拾ってあげて、一回引き抜いてからで、この細編みの次のこの細編みの頭には中長編み、次は中長編みの引き上げ編みをしているので細編みの引き上げ編みをします。なので頭から入れてあげて、こっちの頭に出してあげて、全部これを拾った状態でかぎ針を1回引き抜いてから細編み、次は細編みの頭に中長編み、中長の引き上げ編み、引き上げ編みをしたので、ここ頭からかぎ針を入れて、次の細編みの頭にかぎ針を出してあげて、こんな状態で一度引き抜いてから細編み、次のこの細編みの頭に忘れないように中長編み、そしてここですね、また前段の引き上げ編みした中長編みが出てくるので、頭からかぎ針を入れて、次の細編みの頭からかぎ針を出して、全部すくってあげて、一度引き抜いてから細編み、これの繰り返しになります。これを交互にねしていきます。なので引き上げ編みをしたところは全部引き上げ編みですね、この段は。だからブクブクって出てるのがここなんですけれども、それを交互にしていっているだけです。細編みだったら次の段は中長編み、その上は細編み。だからここ何段かね、この編み方でしていきたいと思います。こんな感じですね。どうなるかちょっとよくわからないですけれども、今から何段かしていきたいと思うので、いい高さまでなったらまた、何段編みましたってご紹介したいと思います。はい、6段目の最後に来ました。6段目の最後、これ66目目ですね。細編み なので上に長編みをします。ちょっと待って、違うとこしてました。ここですね、ここ上に長編みじゃない、中長編みをします。で、これで6段目が終わりました。そして、最初の細編みの頭に引き抜くところで糸を変えたいと思います。あまりこればかりではちょっと行儀、けばけばしくなるというか、なんかこう、派手派手しすぎるので、もうベージュのアクリルヤーンに変えていきたいと思うんですけれども、いつも使ってるこれですね、もう本当に毎回使ってるんですけれども、アクリル毛糸の波太のダイソーさんのやつですね、ベージュ。もうこのベージュが一番なんか何にでもこう合ってくれるので、これを2本取りで、3本取りでしようかなとか思ったんですけど、とりあえず2本取りで、もうこの7号針で結構太くなるんですよね。なんでここで引き抜きます。で、ここからちょっと細編みを1段していきます。ギュッと引っ張って、ここからもう普通に鎖編み1回して、同じところに細編みをします。ここですね、細
細編み、編みくるみながらですね。ちょっとごめんなさい、今からキュッキュッってなんか音が鳴りそうなんですけれども、音が嫌いな方は申し訳ないです。細編みの頭にごめんなさいマーカーをつけておきます。そしたらもう目を拾ってですね、ずっと66目ありますので、6目スタートの11段編んだので66目ありますので、ここ全部細編みをしていきます。目を拾ってですね、前段の目を拾って細編みをします。こうですね、もうここ飛ばしますけれども、一周増減なしで目を拾って細編みをしていきます。こういった感じになってますね、今ね。一周していきます。66目ですね、66目拾ってきました。そしたら最初の細編みに引き抜いてから、ここから細編み、筋編み、細編み、筋編みの順番でしていきたいと思うんですけれども、まず引き抜いたら鎖編みを1回して同じところに細編みをします。ちょっと本当に音が鳴りますけどごめんなさい、私の編み方がおかしいのかな、いつもキュッキュッって音が鳴りますけど申し訳ないですね、本当に音が嫌いな方はね聞きづらいと思いますけれども、ご了承ください。今鎖編み1目で立ち上げて細編みをしました。そしたら次の目は向こう半目を拾って細編み、次は頭を拾って細編み、次は向こう半目を拾って細編み、次は頭を拾って細編み、次は向こうのこの鎖編みの向こう半目ですね、向こう側の糸だけをすくって細編み、これを交互にします。次はこの頭を拾って細編み、次は向こうの鎖編みの向こう半目、こっち側だけを拾って細編み、次は頭、ここから拾って細編み、次も向こう半目を拾ってこっちですね、ここ拾って細編み、これをずっと繰り返していきます。筋編みですね、この向こう半目を拾うのはこの V の向こう側の目、こっち側、ここだけ拾って細編み。したら次は頭ですね、ここ。ここ拾って細編み。これをずっと繰り返していきたいと思います。ずっとね、それを何段かちょっと思うところがあるので、何段か編んでいきます。あ、でももうこれ一周したらまたもう一度、動画、というかカメラ回しますね。はい、最後まで来ましたので、最後は向こう半目を拾って細編みをします。そしたら最初の細編みの頭に引き抜きます。今ベージュに変えて細編みを一周、目を拾って細編みを一周してから、この次の段は細編みと筋編みの交互の編み方を1段してきました。なので今ねベージュで2段してますけれども、ここからはもう繰り返しになるので、最初だけ鎖編み1目で立ち上げて同じところに細編み、そしてまたマーカーをつけて、次は筋編みですね、向こう半目を拾って細編み、次は全部細編みを頭を拾って次は向こう半目を拾って細編み、次は頭を拾って細編み、次は向こう半目ですね、向こう側の目だけを拾って、これをもうずっと繰り返していきますので、ここはもう飛ばしますけれども、これをですね、
何段間でこう紐を通すところを4箇所作りたいので、高さがですねいい高さになったらまた編みたいと思い動画を撮りたいと思うんですけれども、ちょっとね一つだけ言っておきたいことがこのハイカラさん、ハイカラさんじゃない、ハイカラの糸ですね、こういうところがありました。こんなに細くなっててこんなになってるところこういうところもあります。まあね、100円でねこんな可愛い糸が買えるのでしょうがないですけれども、まあ、こんなこともありますということをちょっとお伝えしておこうかなと思います。ではこの編み方を何段かしていきたいと思います。はい、細編み、筋編み、細編み、筋編みの模様編みを6段してきました。ここ1段ですね、この糸からハイカラの糸から目を拾って普通に細編みを1段して、それから細編み、筋編みの交互の編み方で6段してきました。ここからちょっと長編み、鎖編みでちょっとしていきたいので、1,2,3,4,5 します。そして鎖編み3目めにマーカーをつけますね。1,2,3。そしたら次の目から1,2飛ばして3目めに長編みをします。長編み、そしてまた鎖を1,2したら次の目から1,2飛ばして3目めに長編み、これを繰り返しますね。1段だけ、そしてまた1,2細編みをした鎖編みをしたら次の目から1,2飛ばして3目めに長編みをします。これを1周1段していきます。ここですね、こんな感じで開ける感じで1周していきます。はい、最後までしてきました。長編みをして鎖編み2目したので、最後はこの最初の鎖編み3目めに引き抜きます。ここに引き抜きます。なんか全然ね、最初思ってたのとちょっとイメージが違うんですけどちょっとね頑張ってみますねそしたら次の段は細編みをしていきます。また鎖編み1回して同じところに、この長編みの上にですね、鎖編みじゃない細編みを1回、そしてマーカーをつけておきます。そしてここはですね、この鎖編み2目のところは束を拾って2回で、長編みの上に1回、また鎖編み2目のところには束を拾って2回、長編みの頭には1回細編み、そしてこの鎖編み2目のところは束を拾って2回、これをずっと繰り返して66目、また66目の細編みの状態に戻していきます。これを1周していきますね。はい、最後の方まで来ました。長編みの頭を取って64、ここ束を拾って65、66ですね。そして最初の細編みの頭に引き抜きます。引き抜きます。そしたらですね、どうしようかな、あと2段ぐらいこのベージュで細編みをしていこうかなと思ってます。ここからですね、もう細編みだけで鎖編み1回立ち上げて同じところにまた細編みをしてマーカーをつけておきます。頭にですね、そして目を拾ってずっと細編みを、多分ですけどもうここ飛ばしますけど2段ぐらい編もうかなと思ってるんですよね。なのでちょっと2段ぐらい編んでからまた動画を回したいと思いますけれども、ここ飛ばしますね。細編みをしていきます。はい、細編み2段編みますって言いましたけれども1段しか編みませんでした。
1段編んでから、糸始末をして、だからこのですね、長編みの鎖編み3目して、長編みをして鎖編み2目して、長編みしたこの穴の開いたところの上をですね、細編みでずっと拾ってきたじゃないですか。それを入れて今細編みを2段編みました。2段編んでから、表と裏、前側と後ろ側33目ずつに分けて、こっちは紫から紫、向こうは青、ブルーからブルーまでが33目あります。ここからまたこのハイカラの糸に変えて、なんかもうすいません、本当に、いつもなんですけれども、ちょこ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 糸を変えるんですけれども、なんか一つの糸でできないというですね、このまたずっと7ミリなんですけど、これで往復編みをしていきたいと思うんですよ。だから最初のこの紫のここからですね、もうずっと細編みでいきますけれども、ここから往復編みを何段かしていきたいんですけれども、糸を通してあげて、糸を引き抜いてあげてですね、ちょっと絡まっちゃってますけど、糸をハイカラに変えて引き抜いてから、まず鎖編みを1回して、同じところに細編み、引っかかっちゃいますね、同じところに細編み、引っ張って、よいしょ、で細編みをします。そして最初の細編みの頭にマーカーをつけて、そして編みくるみながら向こうの紫のマーカーのところまで細編みをしていきます。もうここら辺はもう模様編みは入れないので、模様編みっていう、模様編みじゃないんですけど、偉そうに言ってますけれども、あの細編みだけなんですけれども、こうやってね、細編みを紫のところまで、紫のマーカーのところまでしていきます。ここは飛ばしますね。細編みを紫のマーカーのところまで行ったらまた回します。はい、紫のマーカーのところまで来たので、これで33ですね。これで33目細編みをしてきました。そしたら往復編みをまた今からしていきたいと思うので、鎖編み1目で立ち上げて、ちょっと大きいからあれですけど、くるっと回して、もう同じところからですね、根元から往復編みをしていきます。細編みのですね、ぐじゅぐじゅって、ごめんなさい音が。そして頭にマーカーをつけておきます。でずっと細編みをしていきますね。これを何段かしていきたいと思います。何段ぐらいかな、3、4段かな。今2段目なので、何段かねしていきたいと思います。ここはまた飛ばしますね。往復編みを何段したか、また後でご報告したいと思います。このままこっちに行ったら、こっち側に行ったら、またさっきみたいに鎖編み一目で立ち上げて、くるっと回してですね、同じところから細編みをしていきます。はい、ハイカラでですね、往復編みで3段細編みをしてきました。そしたらここからですね、ちょっと減らし目をしたいなとか思うんですけれども、まずね、鎖編みを1回してくるっと回してですね、そして同じところに未完成の細編みを1回、次の目にも未完成の細編みを1回、そしてここで1目減らしますね。3目一緒に引き抜きます。そしてマーカーをつけておきます。で次も未完成の細編み、次の目にも未完成の細編み、そしてまた全部一緒に引き抜く。でまた次も未完成の細編み、次も未完成の細編み、一目ずつずっと減らしていきたいと思います。次もですね、未完成の細編み、ごめんなさい、ちょっとキュッキュッっていうのであれですけど申し訳ないです。
全部一目ずつ減らしていきます。未完成の、ごめんなさい、未完成の細編み1回、次の目にも未完成の細編みを1回で、3目一緒に引き抜く、次の目にも未完成の細編み、次の目にも未完成の細編み、そして引き抜く。これをずっと最後まで繰り返していきたいと思います。はい、最後の方まで来ました。未完成の細編み、未完成の細編み、そして3目一緒に引き抜く。そして最後の目は1目残ってしまいますけれども、これはもう何もせずにこの目に細編みを1回入れます。細編み、これで減らし目をして1段編んできました。これで減らし目をして1段ですね。そしたらまた鎖編み1回して往復編みをしていきたいと思います。これリングハンドルをまた つけたいので、もうここ減らし目なしなので、同じところからですね、根元から、根元から細編みをずっとしていきます。これ2段目、減らし目をしてから2段目なんですけれども、リングハンドルが、合わせてみてですね、ちょうどこう綺麗につけるぐらいの長さになったら、ちょっとキュッキュッっていうからあまりあれですけどですね、ここリングハンドルがちょうどいいぐらいの長さになったら、また何段編みましたってですね、ご報告したいと思います。今減らし目をして2段目です。なので何段編んだか後でご報告しますね。はい、減らし目をして6段編んできて、もう糸を切りました。6段ですね、6段編んできて糸を切って、ここにこうしたら、まあ、いい感じの長さになったので、ここでこう止めようかなと思って、こんな感じでですね、止められるので、6段だけ、あまり長くしたくないので6段だけ編んで、あとでここで止めようと思います。だから、こっちもですね、またこのブルーのマーカーからハイカラを糸を入れてですね、そして細編みを3段編んで、また減らし目をして6段編んで、今と同じように、こちらと同じようにですね、して糸始末をしたいと思います。そこはもう同じなので飛ばしますけれども、ちょっと今から編んでいきたいと思います。また後で見てください。はい、両方同じように編んでですね、今一つの方にこんな感じでですね、ここの 両端だけこのリングハンドル、ダイソーさんのこのブラウンのリングハンドルなんですけれども、日本組のこれをちょっとこうしてみました。こっち側でするとまずですね、こんな感じで細編みの減らし目のところと減らし目のところでこう合わせる感じで、ここにこう待ち針を留めてですね、そしてこっち側にもこの減らし目をしたところ、ごめんなさい見えないかな、この減らし目をしたところらへん、ここらへんにこう留めてます。こういう感じで、そしてこうちょっと待ち針留めたら痛いのでここではちょっと留めないですけれども、こういう感じで反らしてですね、そしてこのこっち側で言うと、ここら辺にこの減らし目をしたこのここら辺にこう留めていこうかなと思うんですよね。なんで両端だけ留めておいて、真ん中をこう手でこう持ってですね、ここら辺にこう持ってあげてて、つけたらつけやすいと思うんですけれども、もうこの糸でしてたら、ハイカラでしてたらすっごいしにくいと思うので、このベージュの糸で留めていきたいと思います。もうね、何回かしてるんですけれども、最初だけ後で糸始末するので、ここ 2,3 回同じところにこう留めてですね、どことどことかもうないので、これちょっとね色が違うので
目立つかなとかも思うんですけど、でもこのね、ここにも使ってるのでそこまでないかなと思います。でこの減らし目をしたこのね、なんていうの、1段目のこの上のこの上の方の糸、裏に響かないように上の方を拾ってあげて、この鎖編みの外側でこういうふうにこう止めていってあげればいいかなと思うんですけれども、こんなちょっと無口ですけどこういった感じでですね、上の方を拾って、そしてこの鎖編みの向こう側の目でこうギュってしたら目立たないと思うので、ここも後でギュッとするので多分目立たないと思います。ここをこう止めていきますね、今からね。どうなるかちょっとわからんけど、ちょっと不安ですけどね、最終的にどうなるか。ギュって引っ張ったら目立たないので、でもここは上の方を拾ってくださいね。そうしないと裏に響いたらちょっとおかしいので、でギュッと、でここら辺、上の方とここら辺見えましたかね、ここら辺と鎖編みの向こう半面で、この上の方ですね、この上の方の糸とこの鎖編みのこっち側でギュッと引っ張って、またこの上の方の目と鎖のこっち側、これでギュッてしたらあんまり目立たないので、これで両方止めていきたいと思います。はい、両方ですね、リングハンドルをつけてきました。意外にですね、全然というか結構目立たなかったです。ベージュでつけても、そしてここね、開けたのはなんかリボンかなんかを通そうかなとか思ったんですけれども、なんかね、かわいい結構大きなリングハンドルバッグになったんですけど、どうしようかな、レースを通してもいいかなとか思ったんですよね。ちょっと待ってくださいね。はい、ですね、リボン、サテンリボンがあったので、このダイソーさんのこのサテンリボンのブラウンがあったんですよね、ちょうど。でこれを通して前でリボン結びみたいな感じでしたんですけれども、あんまり可愛くないというか、あんまり好きな感じにならなかったので、もうここですね、このは、なんていうの、この柱というかなんていうのかな、長編みのこれを使って、もう必殺ですけれども、もう全然考えてたことと違うんですけど、このファー多めに買ってたドリームキャット、これで2本撮りでちょっとずっと細編みをしていこうかなと思うんですよね。どうするかって言ったら、まずこの端っこのここにですね、糸を通して、これはもう後で糸始末します。それでまず鎖編みを1回2回ぐらいして2回ぐらいして、次のこの柱、ここに細編み、ごめんなさい、もうちょっと音がうるさいので、本当はこう前でするの申し訳ないですけれども、ちょっとだけ見てくださいね、細編み、そしてまた鎖を、無理やり感がすごいですけど1、2して、そして今度は次のこの長編みのところにかぎ針入れて、最初からね、ファーにしとけばよかったんですけど、本当は巾着風にね、しようかなとかも思ったんですけど、巾着風にするには上が長すぎたんですよね。だから、巾着風にできなくて、ものすごく歪な形になってしまって。
今急遽ファーを使ってます。まず鎖編みを2本取りですよ、これ7ミリで、7ミリしかも持ってないんですよ。もっと太いのあるのかな、10ミリとか持ってないので、鎖編みを2回したらもうこの柱に、この柱というかこの長編みをしたところにかぎ針入れて、あ、こっちからか、こっちから入れて、でまたこれを引き抜いて細編み、そしてまた鎖編みを1回2回したら、そしたらまたこの柱ですね、ここ別に参考にはならないと思うんですけれども、この柱のここにかぎ針をこう入れるじゃないですか、かぎ針を入れてすくって一度引き抜いてから細編み、そしたらここもファーがついたみたいになるので1、2、鎖を編みをして、もう一回だけしますけど、鎖編みをしてこの次の長編みですね、長編みのこの1本目、これにかぎ針入れて1回引き抜いてから細編み、これをね一周ちょっとしてみようかなと思いますはい、最後まで来たので鎖を1、2してから最初の2してから最初の頭じゃなくてここですね、ここに細編みします。一番最初に入れたこの長編みのところにこう引き抜きますね、引き抜きます。そしたら、後でこの糸始末はするんですけれども、これでちょっとしっかりしてくるんですよね。このサテンのリボンだけではなんかふにゃ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 って穴が大きかったので、ふにゃ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 って なるので、これを下からこう入れていこうと思うんですよ。なんでここ糸始末をちょっとしてからリボンを入れていきたいと思います。このファーはですね考えてなかったんですけれども、リボンだけではやっぱりもう少しね、長編みじゃなくても細編みでもよかった、細編み鎖編み細編み鎖編みでもよかったですね。そうじゃないと本当になんかこれを入れた時にここら辺にこうふにゃふにゃってなっておかしかったので、ちょっと一応ファーを入れてみました。これは糸始末をして、今からこれとこれですね、こことここ糸始末をしたいと思います。はい、糸始末をしてきました。そしたら、ここが真ん中なので、ここからですね、この柱が真ん中なので、ここからこのリボンをですね、またこう入れていきたいんですよ。この下の部分空いてるので、そしたらもうリボン、あ、こっちじゃない、短い分があったんですけれども、ここが真ん中なので、ここからですね、ここからもう穴は分かるので入れていきたいと思います。開いてるのでですね、ここファーしてるからいいんですけど、ファーしてないでリボンだけしたらすごいなんかね、ふにゃふにゃふにゃってなっておかしかったんですよね。だからファーを急遽しました。これをずっとここまで入れてきますね。ここ入れて、ここに真ん中の柱があるので、ここまで入れてきます。はい、こんな感じでですね、入れてきました。入れてるところは見えませんけれども、まあ、見えなくてもいいかなと思います。私がね言ってることがちょっと説明の仕方がおかしいのでわからないと思うんですけれども、ファーだけだと本当になんかね、おかしかったんですよ。これだけ入れた時ふにゃふにゃってなって、多分分かってくれるんじゃないかな穴が大きすぎて、このリボンが浮いてる状態っていうんですかね、そういう状態になっちゃったので、でリボンをねこんな感じでして、本当はここに何かつけたいんですけれども、つけるようなものがあるかな、こんな感じでねリボンをして、本当はサテンのリボンとかがしたいんですけども家になくて、前セリアさんでねサテンのリボンがあったんですけれども、なんかに使ってしまったんですよね。だからないので、まあ、こんな感じでリボンにして、
そしてここになんかこうボタンかなんかつけたいので、きれいに結んでもう一度結び直してですね、グルーガンかなんかでちょっとかわいいボタンか何かがあったらつけたいなと思います。はい、ですね、最初これを入れてたんですけれども、探したら少し太めのちょっとサテンの、セリアさんで買ったのかな、リボンがあったのでこっち側にしました。これよりはしっかりしているので、これはねふにゃふにゃですけど、これは結構しっかりしているのでこっち側にしました。そしたら結構可愛くなったので、あ、よかったかなとか思います。これ、あ、可愛いです。あのね、円が大きいのでちょっとサイズなんですけれども、もう本当にちょっと適当っていうか大体になっちゃいますけれども、直径だけ、円の直径が23センチぐらいで、そして高さがですねこんな感じになるんですけれども、高さがもう大体だと思ってくださいね、24センチ、幅が30センチぐらい。かわいいかわいいですよ。すいません、自分が作ったものをね、かわいいかわいいとか言うのは本当に恥ずかしいんですけれども、どうしても出ちゃうんですよねちょっとですね、これハイカラという名前なので、ごめんなさい、本当また余談になりますけれども、ハイカラっていう名前だったのでちょっとハイカラっぽくしたかったんですよこれごめんなさいね、余談として聞いてください。で、本当は巾着風にしたいのでここ穴を開けたんですけれども、ここに巾着風にしたら ここがね長すぎてめちゃくちゃいびつな変な形になっちゃったんで、もうやめようと思って、そしてこれですね、これを一本通したんですけれども、穴がこう結構大きかったので、最初ごめんなさい、これを編んでですね、編んで2本通すつもりだったので、少し大きめの穴を開けようと思って開けてたんですけれども、なかなかうまくいかず、これを通してみたら、その穴のところが、ここら辺とかがもうふにゃふにゃふにゃってなって、本当におかしかったんですよ。だから急遽、ファーをですね長編みの鎖長編みのところに細編みをしながら、こうさっきしたじゃないですか、ああやってして、でもどうしてもやっぱりこうリボンみたいなものを通したかったので、これを通して、さっき通すって言って通してたんですけれども、いやちょっと待てよと思って見たら、レースとかの入っているところの奥の方から出てきた、この絶対これはセリアさんで買った分だと思うんですけど、何かにも使ったんですよね。麻紐バッグか何かにも一度使った覚えがあるんですけど、これ結構しっかりしてるのでこれを使いました。なんかね、ちょっとこう大正ロマンっぽくしたかったんです。ごめんなさい、自分の頭の中だけですよ。なんていうのかな、食品とかによく書いてあるじゃないですか、パッケージに、あくまでイメージですみたいな。だからああいう感じなんですよ、私の頭の中のイメージだけなので、こういう色合いでこういう風な感じで巾着風にして、本当はこのリングハンドルをつけて、ハイカラさんが通るの、主人公さんなんていうの、あれ卒業式とかに着るじゃないですか、羽織袴っていうんですかねちょっとよくわからないな、大学生の卒業式に着る女の子がこう今着てるかどうかわかんないけど、そういう服着ててもこうモテるような感じのものを作りたかったんですよね無理っていうのに頭の中で考えてるだから本当無理なんですけど、なんとなくそういうあれできないかなとか思いながらこう作ったんですけど、意外にね可愛くできたので、まあイメージとは全然違いましたけれども、できたので、このリボンも別にいらなければ取り外しもできるしね、だからいいんじゃないかなとか思って完成しましたもうなんかわけのわからないことばっかり言ってますけれども、ここもね一応こういうこう模様編みにしたんですけど、ここもね
簡単な模様編みでしましたけど、上の方はもう細編みだけでやりました。これまた違う角度でですね、ちょっと何か入れて見てもらいたいと思います。はい、こんな感じでですね、ふんわりしたですね、丸っこいバッグになりました。どうでしょうか。ちょっとこう斜めっぽく、下の方は模様が入ってるんですけれども、ベージュの部分も少し模様が入ってですね、こんな感じです。すごい可愛くなりました。リボンは取り外ししてもいいんですけれども、また違うようなね、あの茶系のこういうね、持ち手の色っぽいのがあったらそれに変えようかなとか思いますけれども、こんな感じです。はい、どうでしたでしょうか。ちょっとすごいね、可愛いなとか思いました、自分で。今日はですね、このハイカラというこの糸ですね、これの4番を8玉買ってたんですけれども、1、2、3、4、5、6、7玉と半分ぐらい使いました。これもね、全部使ってもよかったんですけれども、巾着にできなかったので、これはもうまた買い足してもいいかなとか思います。かわいい、すごいかわいい糸なので、まあ、だいたい8玉7玉半ぐらい使って、そしてファーをですね、急遽使ったんですけれども、ドリームキャットの23番を、まあ、1玉弱使って、そしてこのアクリルですね、アクリル毛糸のベージュ、これですね、265番のベージュですね。これはダイソーさんの、もう本当にずっと並んでるようなアクリルやんですけれども、これ2玉使って、このくらいずつ残りました。2本取りでしたので、このくらいずつ残りました。そしてハンドルがこれですね、茶系の 125mm の2本組ダイソーさんのリングハンドルです。これを使いました。そしてあのこのリボンはですね、もうちょっとわからないですけれども、今ももうあるかどうかもわからないですけれども、多分セリアさんだったと思うんですけど、ちょうどねサテンのリボンがあったので、ダイソーさん、あ、ごめんなさい、ダイソーさんのリボン使おうと思ったんですけれども、それよりこっちの方がしっかりして、リボンの形がしっかり出たので、こっちを使いました。はい、こんな感じで一目惚れして買ってきたハイカラの4番を作り上げることができたので良かったです。はい、今日もなんかあの余談というか、なんかね、わけわからないことばっかり言ってる時がありますけれども、まあ一生懸命してるんだなと思ってくださいいつもそうなんですけど、あのね、イメージだけでやってますし、まあ試作というか編み方とかちょっといろいろ考えて何回か編んだんですけれども、まあイメージ通りにはやっぱりならなかったです。全部をね、編んでしまっ、試作をしたわけではないので、今度からね、また、でももういいかなちょっとね、ショールとかも編みたいなとも思ってるので、まだわからないですけれども、まだガマ口とかもね、あの、一玉ずつ買った糸、カラフルな、あの、アクリルヤーン一玉買ったのとか、あと、何ですか？グラデーションウールの桜っていう糸、一玉買ったのとかで、何かちょこちょこと小物をね、作っていきたいなとも思うし、ちょっと忘れましたけれども、可愛い糸を何玉か買ってるので、ショールかなんかも作りたいなと思ってます。今日もね、もうごめんなさい、本当長くなっちゃって、最後までね、見ていただき、本当にありがとうございました。頭の中でね、考えてたイメージとは違いましたけれども、結構可愛いものができたんじゃないかなと自分で思ってます。自分でね、言うのもなんですけれども、どこかだけでも参考にしていただけたら嬉しいです。また次もね、何かしていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来てください。次の動画でお会いしましょう。今日もありがとうございました。一日じゃなくて、今日もありがとうございました。